どうも、三之助でございますえー、今日はですね私今、えー、軽井沢におりましてこれを喋ってるのが朝の8時7分です、えー、気温が19度、えー、森の中なのでちょっと湿度はありますけど割合過ごしやすいというか気持ちのいい 朝でございます、えー、軽井沢にやってきたのはですねちょっと仕事が、えー、キャンセルになったりしてぽっかり時間が空いたということもありましてで、えー、じゃあというのでしょうその他、えー、ちょっとで西洋にでも行こうかというような感じで来てるんですけどね、えー、まあ特に予定も今日はないので食事に出たりとかそのぐらいですかね、えー、のんびりできたら。 いいんじゃないかなって思ってるんですけど、なかなかそうもいかないかもしれませんね。ちょっとの時間ができたので、外へ出ておしゃべりしてみました。えーとですね、鳥の音がすごく気持ちがいいので、えー、別にちょっとかんあのマイクを向けてみますんで、この後30秒ばかしお付き合いと思います。今日はそんなとこでございました。どうもまた。